はい、共通テストまであと少しとなりました。最後にこれだけはやってほしいっていうことを具体的に3つ紹介しますので、ぜひやってみてください。直前でですね、点数を大幅に上げるのではなくて、これ以下には絶対にならなくする技術も含まれています。ぜひ確認してみてください。はい、こんにちは、マイケル太郎です。はい、早速今日のお題に答えていきましょう。共通テストまであと少しになりました。これだけはやっておけということはありますか？大きく3つあります。まずは各科目のマニュアルを作ってくださいということですね。2つ目に関しては、本番前日から2日目の試験終わりまでですね、これの行動表っていうのも作ってみてください。3つ目は共通テストの結果別の出願先を決めておく。この3つになります。それぞれ何点になって思うと思いますので、一つ一つ具体的に見ていきましょう。はい、今回はですね、3つともパニックになって大爆死するという、受験生が爆死する最大の原因を防ぐ方法なんですね。他のチャンネルとか結構手を爆上げする方法を、皆さんにお伝えしてくれてると思うので、このチャンネルではですね、結局一番大事な、この点以下にはならない、いわゆる爆死して多くの人って受験失敗するんですよ。まあ予想通りの点が出たら問題ないわけですよ。その元もですね、固く安定させる方法をこのチャンネルでは紹介したいと思います。はい、で3つともきちんと準備して爆死することはないと思える3つのですね、ものを用意していきたいと思います。一緒に作っていきましょう。まず1つ目、各科目のマニュアルを作るというところですね。こんな感じにマニュアルを作っていくんです。はい、皆さん模試の前とかに、いつも通りやれば大丈夫だよみたいなこと言われたことないでしょうか？はい、で本番前にもよくこの言葉耳にしますし、僕自身が受験生の時もセンター試験前、臨試験前にも両親だったりとか先生に言われました。が、ここでこのチャンネルを見てくださっている論理的な受験生には気づいてほしいです。いつも通りってなんやねんと。いつも通りって何か定義されてます？いつも通りが定義されてないのに絶好できるわけないやんけと思ってほしいわけですね。はい、ヘリクスのように聞こえるんですが、皆さん模試でのですね、まあ、パニック状態ですね、結構の回数起こしてると思うんですよ。パニック状態ってまるではなく、ほぼ毎回起こしてる人もいるでしょう。僕も結構メンタル弱いタイプなんで、そういうタイプだったんですけど、パニック状態って何で起こるかって、準備不足なんですよ。で、準備不足をもうちょっと論理的に言うと、想定外のことが起こる。もうちょっと言うと、つまりいつも通りじゃないこと、これが起こるからパニックになって爆死が起こるわけなんですね。共通テスト数学で一番初めの問題からわからないという悲惨すぎる状況でもですね、共通テスト数学で一番初めの問題からわからない状況になったらどうするかっていうのを、そのテスト前に事前準備しておいて決めておいたら、共通テスト数学で一番初めの問題からわからないという状況は想定内になるわけですよね。つまりいつも通りのことになるんですよ。そうなればパニックにはなりません。いつも通りじゃないことが起こるからパニックになる。いつも通りを増やしていけば起こらないわけです。ということで、このような試験本番のマニュアルを作っていきましょうということなんです。もうこれをそのまま実行するだけだよということですね。まずは上に理想的な問題の解き進め方を書いていきます。そしてその下にアクシデントリストというものを作成していきます。で、これは何かというと、本番で起こったらパニックになりそうなこと、もしや実践模試で実際にパニックになったっていうことをアクシデントですね、それアクシデントとして記入して、その下にソリューションですね、アクと SO って書いてあるんですけど、ソリューションです。それはソリューションの解決策を記入します。これを行うことで、例えばさっきのですね、共通テスト数学第1問のアーから分からなくてパニックになって爆死した経験があるんだったら、アクシデントにそれを書くんです。アクシデント、共通テスト第1問、一番最初のアーの問題から分からなかったらソリューションどうするかっていうのを書いておくわけです。これをするとアクシデントリストによって想定内がどんどん広がっていくんで、想定外の物事が減っていきます。こうするとパニックになる確率が減らせます。そうすると本番パニックになる確率はリミットゼロでピュイーンと近づいていきますので、ぜひやってみてください。はい、2つ目、本番前日から2日目のですね、試験終わりまでの行動表を作りましょうということですね。まあ、これも第1と1個目のですね、やつと同様なんですけど、次テストではなくてテストの時間以外のマニュアルを作成していきましょう。まあ、小学校とか幼稚園の遠足と同じと考えてください。工程表あったでしょ、すごく分かりやすかったと思います。あれくらい作っていきましょう。まずは前日から2日目の試験終了の時間までの何時に何をするかと、もし夜眠れなかった、電車に2本乗り遅れた、受験票を忘れたなど、アクシデントリストを下に作っていきます。
またお昼ご飯や朝ご飯、晩ご飯何食べるかも決めておきましょう。ここら辺親御さんとも相談して決めておいてくださいね。急に言っても多分作ってもらえるのでね、事前に決めておいてもらって、あとですね、モンパック青パックとかもやると思うんですよ。それ2日でやってください。実際の前日当日2日目このですね、中では実際に再現したのを2週ぐらいはやっといた方がいいと思うんで、モンパック青パックはそうやって使ってみてください。なのでモンパック青パックやる前に作れると理想かなと思います。はい、3つ目、これはですね、特に医学科の人とかすごい大事なんで、医学科志望の人とか大事なんですけど、共通テストの結果別の出願先をまとめておくということです。毎年共通テストですね、終わった後にこのような受験生が続出するんですね。結構しんどい。共通テスト本番までね、過去最高点を取るぞーみたいな感じですごく意気込んでいて、まあ、結構前向きに勉強もするんです。すごく勉強もする。いや言ったけどこういう考え方を出るぞって言ったらちゃんと勉強もしますみたいな、まあ、ちゃんとした人なんですね。でも本番で大失敗することを予想してないんですよ。すごくスーパーポジティブな人間なんで、行くぞーなんですよ。まあ、全然悪いことじゃないんですよ。で、多分男子校こういう人多いんじゃないかな。僕男子校なんて結構こういう風潮が学校にもありました。で、こういう人って大失敗することを予想していないがために自己採点して結果が悪かったと、結果が思うような点数じゃなかったっていうような場合にですね、もう受験なんかどうでもいいと。もうバーンってやって、あもうロリロリ、あロリロリ、一度落ちても変わんないよねっていうのを、まあ、2ちゃんのすでに聞いてみたりとかで、ね、ツイッターに書き込んで聞いてみたりとか、いろいろやって安心しようって、もうロリを肯定しようとしてくるんですね。まあ、こういう受験生ですね。もういわゆる共通テスト後大事だし、正直客観的に言ってその過去最高点は取れてないけど、別にその点数やったら2次頑張ればなんとかなるやんみたいな点でも、もうパニックになって放棄しちゃって、1月2月勉強せず爆死して、もうなんか自分で浪人を決めてしまうみたいな、毎年一定数出てくるんですよね。で、このような受験生っていうのは目標が実力よりですね、かなり高い場合が多いんですね。そういう人ぜひ気をつけてください。別に悪いと言ってるわけじゃなくて、そういう人は今から言うことをやってくださいと言ってるわけです。ですがですね、本番まで懸命に勉強するんで、そういう人はかなり、高い目標ですね、届かずともこういう人いいんです。いいって言ってるのはこれなんです。本番まで懸命に勉強するんで、かなり高い目標には届かずても、まあ、過去の年の成績と比べてかなりいい点取ることとか多いんですよね。結構予想通りの点以上は取れたりする場合が多いんです。にもかかわらず目標点が高すぎるので、それしか見てなかったので、それと比べて結構成績的にはまあ悪くない点数出てるのに、ああ自分はもうダメだと、受験自体を放棄してしまうみたいなことがあります。例えば医学部の話で申し訳ないんですけども、まあ、千葉大の医学部を目指していて、技術模試の判定も悪かったし、マーク模試でも思ったような成績が取れない、でも諦めずに懸命に勉強してきて共通テストほんま頑張ったと、84% だったと。で、この結果は正直千葉大の医学部となると少し厳しいかもしれませんが、国立の医学部に行くと考えるなら、まだまだ合格できる大学たくさんあります。リサーチ見てみてください。でもこのようなタイプの生徒はですね、もう千葉大から無理かみたいになっちゃうわけですよね。これ極端な考えを持っている場合が多いんですよね。まあ理想教員範囲あたりだとまあ分からなくないんですけど、僕もそうでしたし、目標点がですね取れないともう浪人だと本年度の授業をですね諦めてしまうんですよね。でもこれせっかくですね現役で国立の医学部に行けるようなですね可能性をですね持ったんですよ。 84% 行けますよ全然。持ったのに非常にもったいないですね。僕の過去の教え子でセンター 77.7% っていうようなですね、 77.8 だったかな、その程度のパーセントです、ね、公立の医学部を通ってる人もいますから、全然いけるんですよ。でもちろんですね、千葉大にどうしても行かないといけないという理由があるんだったら出願すればいいんですけど、現役で国立の医学部に合格する、まあ、医者になることを、早く医者になることを優先するみたいなことのパターンだったら、千葉大の医学部に行くことよりも冷静に考えて、共通テストの後にですね志望校を変更してですね、確実に通りそうな志望校に向かって勉強を切り替えていくっていうことができれば、まあ、医者にはなれるし、国立の医学部に取る可能性非常に高いんですよね。この冷静な判断ってのを、冷静になれるわけがない、共通テストで思ったようにいかなかった状態にできたらいいですよね。でもこれ構造上無理ですよね。冷静な、超冷静なクールな判断を超冷静ではない、いわゆるホットな状態でしろって言ってる、無理なんです。だからどうするかっていうと、事前に今とかでってですね、別に共通テストで爆死してるわけじゃないから冷静に判断できるじゃないですか。今共通テスト爆死したらどうするって言ったら、まあ冷静に考えることができるでしょ。データ調べたりとかリサーチ調べたりとかができると思うんですね。なので冷静に判断できる、今のうちに大体決めておくんです。去年のリサーチとか見たら大体わかるじゃないですか、パーセント。なので、まあ、共通テスト90から80やったらここ出す、85から80やったらここ出す、80から70やったらここ出すみたいな感じで、まあ、ざっくり幅 20% ぐらいでいいです。幅 20% ぐらいで、まあ、自分の、まあ、妥当な点から 10% アップダウンぐらいで表を作っておいて、もうそのパーセントだったらここに出すっていうのを決めておくと、冷静な判断がそのまま使えるので、今の冷静な状態を未来の共通テスト爆死後の自分に送っておいてあげると、当時爆死しなかったらもう好き放題してください。点数良かった人って冷静な判断できます。当時調子乗ってますから、やったーみたいな感じで、案外良かったなー
みたいな思って、あまあいいや、種目出願しようってなると思うんで、まあ、有利な状態で出願できるだけでもどうでもいいんですけど、悪かった時にね、パニックになって、本当に1年ですね、浪人を自ら取りに行ってしまうことで、ちょっと冷静に考えたら、その浪人しなくてよかったのにしてしまうみたいな受験生って結構多いので、僕自身も現役の時、一個志望校されるのが本確実に通るって感じだったんですけど、まあ、反対出願したりしてたので、まあ、そこで、まあ、僕みたいにですね、まあ、大学もここ以外行きたくないみたいなことがあったりとか、もう大学、ここの大学にしかできないことがあるみたいなパターンの人は全然いいですが、まあ、そうじゃない人はぜひですね、冷静に判断して確実に現役で受かるところとか、今年受験決めるとこ、まあ、悪かったりかそうかなっていうのを、考えておくっていうのが大事ですね。事前に考えておくことが大事です。考えて意思決定すると考えずに意思決定するので、その後の後悔が全然違いますから考えて意思決定するようにしましょう。はい、今日のまとめです。パニック、これ怖いですよね。パニックでですね、自分の未来が悲惨なことにならないように自分の想定内の幅を広げましょうというのが今日の話です。そのためにやる具体的な手順が3つありますね。各科目のマニュアルを作る、本番前日から2日目の試験終わりまでの行動移動を作る、共通テストの結果別のですね、出願先を決めておくということですね。やることはこの3つです。この3つを言えば、ボトムですね、下ですね、爆死がなくなります。爆死がなくなれば、すごく心に余裕を持って受験を迎えれるんで、心に余裕を持って受験を迎えると予想より点が上がったりするんですね。焦りがなくなるかっていうのがありますので、僕このチャンネルでは爆死しないラインをですね、お教えして、まあ、短期的に点を上げる方法っていうのは、まあ、正直絞ればあったりもするんですが、まあ、それは他のチャンネルでやってくれると思いますので、僕はボトムの下を固めるっていうのを皆さんにお伝えさせていただきました。僕はこれが一番大事なんじゃないかなと思ってはいたりします。はい、僕は残りの期間もですね、この論理100で皆さんの受験勉強やその不安を解消できるように、動画を配信していきたいと思ってます。最後まで論理100これ突き通して一緒に頑張っていきましょう。応援してます。このチャンネルでは受験勉強全般に関することを論理的に解説するということをやらせていただいております。また僕たちはシェアリングナレッジという教育サービスを運営させていただいております。論理的な勉強計画を作ってほしい。より深い具体的なロジックを各教科動画で見てみたい。そのような方は、コメント欄または概要欄の方から1週間無料体験ご参加ください。これからも皆さんの勉強をなんとなくの勉強から全てに意味がある論理的な勉強に変えていけるような動画を配信させていただきたいと思っております。よろしければぜひ高評価とチャンネル登録の方していただければ幸いです。またコメントに関することなんですけれども、僕が返させていただいたコメントにさらに返信をされても一覧で確認するという機能がないので、僕側で確認することが全てできなくなって、返せる人と返せない人っていうのが出てきてしまうと不公平が生じてしまう場合があるので、僕がいただいたコメントに返信させていただいて、さらにそれに返信いただきましても基本的に返せないということになってしまいますので、そういう場合はですね、また疑問があるという場合はさらに新しいところですね、何でもいいのでコメントいただければ、そちらにまたもう一回返させていただくことが可能なので、再度新たな動画にですねまたコメントをいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。明日の夢サポムービーズはお楽しみに。